お、金藤くん。どうも、しばらくでした。息子よ、他社でやってるか。この歌はね、作詞が高田博夫先生って言いまして、泳げたいやきくんを書いた有名な先生なんですけれども、まあ今度シシャモっていうタイトルで、先生は、ね、釧路の出身で、川に、新釧路川にシシャモが登ってくるわけですよね。その思いを詩にしたんですよ。だから、シシャモたまには帰ってこいよと東京のせがれにこう呼びかけたりなんかするんですね。だからいいんじゃないかな、と思います。カラオケはやっぱり頭とお尻、やっぱりこれを大事に歌えば歌っていうのはね、よく聞こえるんですよ。だから頭でフューって全然もうずっこけてダメだったり、ケツの方でちょっと締まりが なかったりすると歌っていうのはもう全然ダメな歌になるから、ちゃんと頭をバシッとやって、それから後半後ろの方でビシャッとこう締めてもらえば歌っていうのはおのずとうまく聞こえます。これね、小耳に挟んだっていうのはね、その通りなんですよ。うちの神様ね、あれ買ってこい、これ買ってこいっていろんな名前書いてくるわけね。そうするとね、うちの神さんのママチャリ、前にカゴついて後ろにもカゴがついてるね。それで、あっちこう行ったり、こっち、見たり、ここにいいのがないかな。だから結構ね、ママチャリでね、いい運動になってるね。神さんありがとう。ダメダメ、帰ったこともないそんなもの、やったこともないもの。どうやって自分のあれで、それ一回も帰ったことないよ俺、そういうものは。でもなんとなしこうここにかけていうわけ、はい、どうしてもっていうわけ。はあ、すごい人だねあなたもね。えよし、じゃあこれちょっと置いてみて、これは笑えるかもしんないな。これ万歳してるみたいな感じだよこれ。いいね。初めて書いたこれ。え、どうこれ。どうよ、見せてもらってもいいですか。これ見せるほどのもんじゃないけど、どうよ。ははは、じゃないわよ。え、ほらこれ日にち書かない方がいいな、いついつ書いたっていうの。いやー参ったな。でもね、初めて自分のじゃないな、ただこう書いたみたいだけども、いやこれ初めての経験だから、これからこれを生かして、画家になろうかなと思ってます。いかがか。はい、シシャモタイトル「柳の葉っぱの魚」漢字3文字。これを柳枯れなんて言った人もいますけども、違う、シシャモです。柳の葉っぱに魚と書いてシシャモ、ぜひ覚えていただければと思います。美味しいシシャモ食べたいな。サインにシシャモって入れてプレゼントしたいと思います。ここにちゃんと佐々木真一で今書きました。ここにシシャモと入れます。それで3名様にプレゼントしたいと思います。